どうもこんにちは、ドクトリーナー翔です。今日はですね、お薬飲むのが苦手なワンちゃんに飲ませる方法ということで、まずですね、お薬結構敏感な子なんで、ちょっと軽く与えてみたいと思います。お薬がね、ある状態ですね。これをまあバレないようにね、お芋さんでくるっとくるんで、これで与えてみたいと思います。食べてくれるといいですけどね。飲んだー、やったー、飲んでくれたー、すごい。はい、では、同じ作戦で他の薬もいきたいと思います。次のお薬もじゃあこうやってお芋にこうやってよいしょ、挟んでね。まだあと何錠かあるんだな。2つかよし。なんかお芋ではね、なかなかね食べてくれないっていうことだから、ペッてされたらちょっと別な手段を考えようかなと思ったんですけども、意外に食べてくれたんで、だったら全部それでいけちゃうかな。さ、ですね、これ中に薬入ってますよ。これ持ってきますからね。お薬の飲ませ方としては、1個与えたらもう1個見せたりすると、味わって食べると次のやつ見つけちゃったりするんで、見つけてあげると薬も分かって飲んでくれる可能性が高い。で、ウニ、はい、さて、はい、出されたね。ウニ、はい、なんか物音にされて結構飲んだね。はい、わかります。これ1個だけ薬戻されちゃった。多分ね、お芋だけだったら食べるのかな、きっと。よいしょ、はい、で、薬だけ出されちゃいました。なので、この薬を今度ね、また別で与えていきたいと思います。今度は別な方法でいきたいんですけども、まず、今出されちゃったので、ワンちゃんはお芋の中にお薬が入ってんじゃないかなっていうのに多分ちょっと警戒してます。なので、その警戒を解くのに、まずは薬を1個ですね、このお芋ちゃんの中に薬をしまいます。お芋ちゃんの中に薬をしまうんだけども、まずは何にも入ってないお芋、何にも入ってないお芋も同じ形にします、ね、折り込んで同じ形にします。今ね、1個ね、おやつの中に薬が入ってるのが分かったので、警戒してペッて出しましたよね。なので、この形のやつの中にも必ず薬が入ってるだろうっていうのを向こうも ね分かると思うので、この中にお薬が入ってますね。なので、薬が入ってないのを与えて、薬が入ってないのを与えて、あ、なんだ、中何も入ってないじゃんってなったら、薬が入ってるやつを与えて、すかさず入ってないやつを与えていきながら、ワンちゃんがそのまま次のやつ食べるのにこうクッてね、飲んでもらえるように持っていきたいと思います。まず最初、入ってないやついきますよ。はい、入ってないやつ、ね、こうやって警戒して味わって中身を出すと、入ってないよ、しよしよし。次、入ってないやつ、はい、いきます。よし、あ、されたされた。足こい、お薬だけペイされちゃいました。そしたら、ちょっとお薬をくるんでたものがお芋になっちゃったんで、きっとね、多分お芋で失敗してるから、お芋で警戒してると思うんで、ちょっと他のやつ試してやってみたいと思います。そしたら、今度はちょっとワンちゃん用のパンでいきたいと。ワンちゃんのパン、ワンちゃん用のパンだと、さっきの失敗で一つ分かったのが、薬が入ってるとちょっと大きさが大きくなっちゃうので、大きさが大きくなければいいと思うんですよね。なので、ワンちゃんに分かんないぐらい、飲めるぐらい、それこそ本当薬と同じぐらいの大きさ、ちっちゃくして、その他に丸めたやつもう一個ぐらい作っておこうかな。このふわふわのやつも作っておきます。ふわふわのやつも作っておいて、ふわふわのもちょっと与えてみて、ふわふわの方が食べが良ければ、これですね、薬入ってるの、これもう一回いきたいと思います。ふわふわの与えてみますね。ふわふわのやつ座って、よし、ふわふわの方与えてみましたね。で、次ですね、ちょっとね、硬さがあるレッドやつ、レッドやつ、よしよし、はい、で座って、はい、レッドやつ、次、薬入れていきますよ。はい、で座って、はい、よし、飲んでくれました。ということで、まあ、お薬もですね、ワンちゃんたちってやっぱりペッて出されちゃうから、本当はうまく飲ませればいいんだけども、まあ、口の中にね、無理にこうやってポッてやってピッて
って飲ませるのもありなんだけども、ちょっと怒っちゃうとか難しい子の場合は、いくつかワンちゃん用のお芋だったりとかワンちゃん用のパンとか入れやすいものに入れてあげて、正直に言うとワンちゃん用のお芋とかってちょっと硬かったりするから、私は気持ちでちょっとお水入れてレンジでチンしたりするとちょっと柔らかくなるから、その時にくるってやっちゃったりするんですけども、ぜひですね、皆さんもお薬に悩んでる時はね、